オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。2021年もあっという間に、残すところあと2ヶ月となりました。去年の春から始まったコロナ禍も気づけば1年半ほどの付き合いになり、その間マスクをつけて過ごす日常が当たり前のものとなりました。顔を隠す習慣が全くなかったフランスでも、一時はマスクの着用が完全に義務付けられ、道行く人全員がマスクをつけているのも普通の光景となりました。しかしワクチン接種が進んだ今、引き続き着用が推奨されてはいるものの、もともと習慣がなかったり、そもそもマスクが嫌いという人が多かったりという理由で、再びマスクをつけずに人が出歩く光景が戻ってきています。対する日本では、マスクへの抵抗の低さゆえか、ワクチン接種がある程度進んだ今でも、街中ではほとんどの人がマスクを着用しています。では、社会生活を営む上で、マスクをつけているかそうでないかの違いは、どのように影響するのでしょうか。マスクをつけることの一番の弊害は、やはり相手の表情が読めないことです。目元はかろうじて見えていても、口元が全く見えないと相手が本当はどんなことを思っているのかわからないというのは、今や世界共通の不安ですよね。さて、この表情をフランス語ではエクスプレッションファシアル、あるいは単にエクスプレッションと言います。このファシアルという形容詞は見慣れないかもしれませんが、名詞ファスと関連があって、つまり顔の、あるいは顔にまつわるという意味になります。ちなみに女性名詞ラファスが顔という意味になることは、なんとなくご存知の方が多いと思いますが、顔と聞いて真っ先に思いつく訳語は他にもあるのではないでしょうか。そう、男性名詞 le visage ですね。この visage を使った表現に un visage découvert というのがあります。これ自体は隠し事をせず正々堂々とという意味がありますが、 découvrir は覆っているものを取り去るという意味があるので、visage découvert はまさにマスクなどをつけていないさらけ出された顔を表すのです。 visage découvert であれば expression 表情はわかりますが、 visage masqué だと隠れてわからなくなってしまいますよね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部では、デビューされたジュリー先生をご紹介します。それでは早速、本日のレッスンを始めましょう。先ほど、ビザージュを使った表現を一つご紹介しましたが、今度はもう一つ、より日常的な使用度の高い表現をご紹介したいと思います。コロナ禍でファミレスやカフェなどに行くと、テーブルの上にパーテーションが置かれていたり、テーブル席で向かい合う席の使用が禁止されていたりと、変わった光景を見るようになりました。このように、店によっては向かい合って食事することができないと言いたいとき、フランス語では次のように言うことができます。Dans certains restaurants,On ne peut pas manger en vis-à-vis. Dans certains restaurants, on ne peut pas manger en
vis-à-vis. Dans certains restaurants, on ne peut pas manger en vis-à-vis. この vis-à-vis に含まれている vis という部分は、実は visage の古い形で、そのまま顔という意味です。よって vis-à-vis で顔を突き合わせて向かい合ってという意味になるのですね。また、顔を表す別の単語 face を使って、ほとんど同じ意味で face à face ということも可能です。なので、先ほどの例文は On ne peut pas manger en face à face. On ne peut pas manger en face à face. と言い換えることができます。ただ、vis-à-vis では間に必ず trait d'union を入れるのに対し、face à face では必ずしも入れなくてもいいので気をつけてくださいね。最後にもう一つ、普通頭と訳されることが多いですが、顔を表すこともある単語 tête を使った tête à tête という表現も聞いたことのある方は多いのではないでしょうか。これもよく似ていて、顔を突き合わせてといった意味があるのですが、 vis-à-vis、face à face がどちらも空間的な配置についての表現であるのに対し、 tête à tête は面と向かって二人きりでのようなより精神的な意味合いも強くなってきます。紛らわしいかもしれないですが、状況に合わせて適切に使えるようになるといいですね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は10月4日にデビューされたフレッシュな講師、ジュリー先生の魅力をご紹介いたします。プロのイラストレーターで絵本作家としても活躍するジュリー先生は、これまでに自身のイラスト付きのフランス語の絵本を数多く出版されています。フランス語講師としては2014年から活動されており、テキパキと効率の良い指導が持ち味です。シンプルに噛み砕いて話してくれるため、フランス語だけの説明でもわかりやすいと評判です。レッスン中は生徒様が緊張しないよう、リラックスしてね、と笑顔で声をかけるなど、初回の授業から安心と話しやすい雰囲気作りを行います。それでいて、細かいミスも聞き逃さず、優しく丁寧に指導してくれるので、楽しく話しながらフランス語力を伸ばしたい方に、ぜひおすすめの講師です。アーティスト肌で話題も豊富なジュリー先生のレッスン。気になる方はぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想や
フランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。